火曜サンタマリア。どうもカメレオンです。今日はねロジャーの取扱説明書ということで、まあ、ロジャー使っていくんですけど、まあ、特性まず見ていきましょう。まあ、記述無効化します。で記述無効、まあ、これはまあいいですね。で、ここですね、ここ、まず残りの体力が 70% 以上の敵に攻撃したときに余力状態10秒付与されますってことはゴリ押しできちゃうんですよ。70秒のあれ 70% 以上の敵に攻撃したら、なんで、まあ、その余力無効つくのもうすぐ余力無効つくんでめっちゃ強いですよね。で次にこれカムサリ、カムサリを一発当てると 20% 攻撃力アップするんですけど、まあ、これも KO したらカムサリ短縮するんですよ。ここ 30% 短縮これあるんでカムサリ無限に打てちゃいます。でこれですね、敵に攻撃した時に 5% の確率で気絶状態を5秒付与。もうこれ 5% じゃないんです。めちゃめちゃ入ります。これがまあロジャーの基本的な特性ですね。まあ KO、まあ、なんか体力が回復するんですけど、まあ、これは適当に回復していくんで、でデメリットはワンパンに弱いんですよ。ロジャーはワンパンで、まず通常攻撃見ていくんですけど、通常攻撃みんなが思っているほど早いです。めっちゃ優秀です。ロジャーの通常攻撃はで優秀で、そのよろけ向こうついてたらゴリ押しの通常攻撃もできます。で気絶も無効なんで夢ルピーのガトリングとかでもゴリ押しでいけちゃいます。ということで見ていきましょう。 VTR どうぞ。やばい、ほら、で、よろけ向こうもついてるんで、こうやっておでんを楽々、ほら、やばい、これ、OK、よろけ向こうついてるんですよ。で、気絶向こうもなんで、ゆめルフィ、ほら、ゴリ押しがいけるんですよ。これ、ジャスト入る、おい、通常攻撃優秀。ということで、見ていただけたでしょうか。まあ、通常攻撃優秀っていう動画を。で次、カムサリですね。この遠距離にいる一定攻撃の範囲に当てて、これを当てると 20% 攻撃力アップ向こうなんですよ。ってことは、これ、ロジャーカムサリバンバン打てるんですよ。 KO 者もやれるし、でこれは相手の回避した後にタイミングを見て打つっていうのもありですし、通常攻撃をで回避を誘発してからその打ってダメージ与えるっていうのもありなんで、まあそれも VTR どうぞ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 。ここ当たりますよ。はい、 OK、 これカムサリ KO、 OK、 はい、回避使う。ここでカムサリ OK です。見ていただけたでしょうか。ということで次にスキル2ですね。これスキル2は長押しすると長い時間構えるんですよ。で敵から受けるダメージを 70% 減少するんでほぼ食らいません。でこれ一定時間経過するかスキルボタン離したら発射するんですけど、この構えてるうちの長い間に相手の回避を誘うこともできます。これジャスト回避できるけどめっちゃうまいと思います、この長いこと待たれてる間に。でその敵から攻撃受けた分全部相手に返すんですよ。とんでもない威力ですよ。もうこれほぼワンパンですね。で旗の取り際とかにもバッ当てると相手倒れるんで、まあ、これも VTR どうぞ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 なんですけど、こういうの無敵剥がれたら OK で回避使う。はい、これで KO。 これスキル2最強。おっと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 、これトリギアスキル2めっちゃ強いです。ほらこれ、おっとっとっと、うわ、一句一気見ていただけたでしょうか。ってことでね、このロジャー最後3、VTR 見てほしいと思うんで3分間でね、ということで VTR どうぞ。それじゃあね、よろしくお願いサンタマリアっていうことで、勝っても負けても頑張っていきたいと思います、ロジャー。で、おっとサボで裏取り行く気で、このロジャーね、この旗取り際カムサリね当たるんで、結構おっとっとっと、いろいろと戦ってるな。だはい、じゃあ参戦しようということで裏取り来てるね。ここ多分イメルフィはあれ左からこうしたな。マックスロー OK、 マックスロー OK、 大丈夫よ。ほいほーい、ジャスト回避、おい当てていく、回避した OK、 当たるんですよこれカムサリで。これもう 20% アップしますからね。お、誰が倒れてる、サボか。うわー、ヤマト、ヤマトに逃げられたらねロジャーきついんですよね。あれそっち貯めといて、こっち気絶当てる、気絶当てる、気絶当てる、気絶当てる。はい、ここ、はい、これこれ見てください、ボン、ほい、あかんね、いろいろかぶっていくね。あれ、マックスロー、マックスロー、マックスロー、ここ当たりますよ。はい、オッケー、これカムサリ KO、 フォーということで助けていきたいと思います。カイドウ、カイドウ、それジャスト、オッケー、よし、俺もジャスト、オッケー、はい、ほらほら通常攻撃優秀なんです。どけ、届かない、まあ、マックスローね、これ攻撃力も高いんで、ほら回避使ってたカムサリ KO じゃないね。あれなんか、うん、オッケーオッケー、いいよ、いけるいける、ホーン行くよ、オッケー大丈夫、こう攻撃力高いからオッケー。ここで KO3 段目、ほら剥がせるんですよ。で2段目当たる、当たらんかった、調子乗りました。おっ
とやばい、これ OK、 余計向こうついてるんですよ。で気絶向こうもなんで、ユメルフィほらゴリ押しが生きるんですよ。これジャスト入る、おい通常攻撃優秀。うわもうあのマルコだるいな。 OK ナイス、回避使った KO できる。 OK これがカムサリ KO4 っていうことで大丈夫。おユメルフィこれ僕の餌です。はい、ここジャスト入る。オッケー、これ通常攻撃優秀なんで、ほら早いんですよ通常攻撃が。でレイリーがそのうち飛んでくるかもしれないということで、まあ気づいて、オッケー、これはいみんなにね2人に与えていくんです、大ダメージで。おっとちょっと待って、今のおでんなんでや、ゾンビみたいに歩いてたと今のおでん。ここジャストラ入る、 KO、 オッケー、これ通常攻撃優秀。ここは当たってみよう、何が当たったか分からんけど。いいよ出して、いいよ行こう行こう行こう、ここですね。カムサリ見えてないんですよ、ほらいた。おっと俺も見えてない。でここ取ってみよう、オッケー。でここを守ろう、もう3人目はいかん。いやオッケー、ユメルフィは俺が引きつけろ。あごめん俺バカ肉食べたいや、俺バカ肉食べたいや、食べちゃった。で裏取りにこうマルコですね、ほらほら早い足で駆けつけちゃったよ。カムサリでほら22000、もうこのね火力やばい、こっちはなやばいやばいやばい、ごめんごめんごめん。 Give it to me like...